Hello World. Today I introduce Japanese snacks with my friend. 笑いすぎ。もういいよ。With my friend Asami and Nana. Yay. 紹介お願いします。はい、沖縄でソイフードカフェをやっています。Asami です。おーい、はじめまして。沖縄でママコミュニティやってます。ナナです。3時のママやってます。おー。ハサミちゃんは2時のママ。私は2時のママです。女の子2人います。見て、じゃーん。まずは、キノコの山とタケノコの里を紹介します。で、これはもうほんまにライバル関係にあるお菓子で、SNS とかでももう勝手にみんなが投票して、全国民がこう投票するぐらいの影響で話題になった時も半々ぐらいで、でメーカーが公式サイトでどっち派みたいな、キノコの山派、タケノコの山派のやった時もなかなか勝負がつかないみたいなお菓子です。ちなみに奈々ちゃんはどっち派？私はもう100-0でタケノコ。タケノコ。おお、あさみちゃんは？私はキノコの山。キノコの山。俺は完全にキノコの山。おお、なんかこっちは中の内側のスナックまで甘いから、うんうん、なんか両方チョコも甘いスナックも甘いで、うんうん、なんかねチョコの甘さをこう味わいにくい、美味しいけど、でキノコの山はそのクッキーの部分がなんかこう味が別にそんな甘くついてないから、うんうん、チョコの甘さをこう実感しやすいっていうので個人的にはこっちの方が好き。じゃあさ、うん、一回もうさ食べてみよう。そうやな。開けるで。あ、開けて開けて。食べて、いざ実食をしてみて、はい、そしたら心変わりするかもしれない。そう。こんな感じ。これも楽しいよね。こんな感じでこうバラっていっぱい。いっぱい。わあ、タケノコと。可愛い。可愛い。形が可愛い。タケノコはこんな感じ。ほらもうタケノコなんて持つところがほら持ち、もう手にチョコついちゃう。うん、こっち持ちやすい。こっちは持ちにくい。いただきます。いただきます。うん、何十年ぶりに食べたかな、キノコの山。うん、おいしいやろ。サクサク。ほら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 。あれ、なんか昔もっとしっとりだったね。うんうん、こいつがこんなんやねん。おいしいの。おいしい。おいしいけどさ、やっぱりタケノコ。ちょっと甘すぎる気がする。うん、甘いね、うん、甘い、甘いねんけど、 あでもキノコだな。サクサク感が、うん、やっぱ違う、うん、やっぱ、うん、やっぱこっちは全体が甘いから、キノコのほうがサクサク、チョコ食べてるって感じ、こっちの方がするよね。うんうんうん、最初にチョコやもんね。うんうん、これは同時にチョコとクッキーいくよ。で、このタケノコの山とかキノコの山派みたいな話は結構もうほんまに有名なんで、海外の人が日本に来た時にぜひ食べ比べしてみて、うん、で、自分はどっち派みたいなことを言えるようになってると、日本人と仲良くなりやすい。僕はタケノコの里派ですとか言えるとすぐ日本人と仲良くなれたり、話題になると思います。確かに女の子の、ね、会話のきっかけになるかもしれない。うん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 、そうね、外国人の人が日本人の女の人と口説くときに、うん、君はキノコの山、それともタケノコの山、キノコの里派、面白い、いきなりキノコ、タケノコみたいにナンパされたらプンって笑ってる。そしたらなんかあっち行ってじゃなくて、なんかちょっと答えとかなる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 、いいと思う。はい、個人的にはポッキーよりトッポの方が美味しいと思ってる。へぇー。このポッキーってさ、いろいろシリーズがあるやん、うん、なんかポッキーの仲間たちみたいな、うん、これって、うん、あれなのかな、日本以外でもその出てるのかな。定番しかもしかしたら世界にないかもしれない、ね、日本やったらなんかさ、抹茶とか細いやつとか、そう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 、ナッツ、いろんな、あ、抹茶とかも、ナッツめっちゃ好きやった。あれでももうちょっと太くない、こうココナッツ、あ、ナッツついてるやつね。そう、めっちゃ好きやった、なんか夏季限定みたいなやつで。そう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 、私基本ココナッツ何でも好きやから、めっちゃ食べてた。
違う、抹茶、抹茶もなかった、ポッキー、うん、あったと思う、抹茶とイチゴとか、あったあった、遠足の時ポッキーのイチゴ味多分思い出した。ミルク味もあった。あ、ミルク味もあった。なんかこれぐらいの半分サイズ、半分サイズでミルクポッキーっていうのがあって、俺覚えてなかった、あってっていう感じ、うん、これぐらいエピソードが多いぐらい、まあ、昔からのポッキーで、これはまあ比較的まだ新しいけど、これもめっちゃ人気です。ポッキーと比べるとチョコとクッキーが逆になって、チョコがぎっしり中に詰まってるから、まあ、食べやすいし美味しいです。アーモンドチョコレート、明治のアーモンドチョコレートとアルフォート、これは本当に昔からあるクラシックなお菓子です。チョコレート、まあ普通にアーモンドのチョコレートなんで、世界的にも似たようなものがいっぱいあると思うんですけど、やっぱり日本のアーモンドチョコレートってめちゃくちゃクオリティが高いので美味しいと思ってます。アルフォートは、まあ、他のやつに比べると結構新しい方だけど、めちゃくちゃ急に大人気になって、そうね、クッキーと、クッキーがなんて言ったか、全粒粉のクッキーとチョコレートで、まあ、食感とかもいいし、うん、美味しい。なんかアルフォートはなんか女子が好きなチョコレート菓子っていうイメージが、うん、あ、女子が好き、うんうんうん、多分ポイントはその全粒粉、なんかようわからんけど良さそう体にみたいな、デリケがね、そうそうそう、全粒粉友達の家に行ってこれがあったら、いや、なんかいいねって分かってるね、分かる、なんかさ、分かる、お金持ちって分かる、ちょっとなんか、そっか、名前がちょっと高級感ね、アルフォート、なんか、ね、なんか自分の家に、うん、なんていうの、自分たちのために買うお菓子っていうよりかは、友達とか誰かゲストがお家に来た時に用意して買うお菓子みたいなイメージがあるかも。なるほど。じゃあ、うん、海外の人が日本人にお家招かれた時にアルフォートがあったら歓迎されてる。そうね、そうね、分かってるね。なるほど。なるほど。続いて、コアラのマーチです。コアラのマーチはこんな感じで、コアラの形してるクッキー生地の中にチョコレートが詰まってるやつで、絵が描いてるんですよ、この。かわいい。そう、こんな感じでコアラちゃんが、そう、コアラちゃんの大カットクッキーみたいな。まつげちゃんがついてる、お腹の中に入ってる絵とか、お腹に、かわいい、カンガルーみたいな。これは、ね、かき氷っていう、まあ、アイスのスイーツを食べて頭キーンってなってるやつ、かわいい、うん、かわいい、全部見てちゃう。こういういろんな絵が描いてるんですけど、眉毛、眉毛がつい描かれたコアラがあると、まあ、幸せが訪れるっていう、なんかそういう噂みたいなのがあったりして、本当にあの眉毛のコアラっていうのはめっちゃレアなんですけど、たまにあります。人生で2回ぐらいしかないかもしれない。ある？1回ぐらいしかないか。ある、ある、結構ある。ない。じゃあさっきの話していいか。そう、さっきの話全然していいと思う。そう、さっき、そう、さっき動画が保存うまくいかなかったんですよ。だからこれもともと開いてたんですけど、さっきの一番上に眉毛のコアラがいたんですけど、奈々ちゃんが食べちゃって、そう、私の今胃袋にストマックに収まりましたということで、私はラッキーガールで、ラッキーガール、そう、ラッキーガール、ラッキーガール、ラッキーガール。これ昔日本のテレビ番組でフランスのパティシエが日本のお菓子を食べ比べて評価するみたいな記録があって、でコアラのマーチがそこでナンバーワンだったんです。なんていうの、クッキー生地とチョコのバランスとか、全て食感とか全てパーフェクト。これフランス人パティシエも評価した日本のお菓子、コアラのマーチ。これはアポロっていうお菓子とチョコボール、チョコボール、チョコボール、チョコレートはめいち、違うわ、これ森永あれ違う、違う、あれクエクエ、あー、ちょっと勝手にメイジ、あれはチョコレートやな、チョコレート、チョコレートはめいち、そうだそうだ、間違えた、もう一回、クエクエクエ、チョコボール、チョコボール、懐かしい、が CM で有名だった感じで、すごい耳の
で、そう、これ後ろを見てもらったらなんか分かりますか、このキョロカンっていう、うん、あ今でもあるおもちゃが当たるやつがあるんですよ。で、これ500円ぐらいで買えるお菓子なんですけど、これピーナッツかな、そう、なんかピーナッツ、ここ開けた時に、ここね、開けた時にここにエンジェル、まあ日本だとエンゼルって言い方してる、金のエンゼル1枚入れたら一発でこのおもちゃ缶っていうプレゼントがもらえる、で銀のエンゼルだったら5枚集めたらやるっていうやつなんですけど、エンジェルはいませんでした。外れー、外れー。おもちゃの缶詰、うん、1回もらったことあります。マジ、超レア。俺は多分確か本当に幼稚園とかのおじいちゃんの家で、うん、パラシュートみたいに投げたらボワって流すとか、はいはいはい、なんか本当に子供が遊ぶようなおもちゃがいっぱいその時は入ってたりとか、もう30年以上、多分確か銀のエンジェル5枚集めたよと、確かちょっとそういうくじ的な楽しさもあるので人気だったりします。で、アポロは、アポロどっちかっていうと女の子好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き。これもチョコレートで、もう見た目パッケージも可愛いし、もうチョコもいちごとこのね、チョコの感じでなんかおしゃれな感じで可愛いですね。で、このアポロはあの宇宙船のアポロから来てる、うん、着陸したアポロの形、宇宙船のなんていうの、ロケットの先っちょっこう着陸する部分ってことは、そうなんだ、そうそう、あれの記念で作られたお菓子がアポロです。美味しいよね、これ。美味しい。なんかさ、私食べ方があって自分なりの。あ、分かる。リンクしたところ。やっちゃうよ。こんな。可愛い。こんな感じ。いちごと下にチョコレート。うん、色合いがさ、ピンクと茶色って、うん、もう女子好きや。女子好きや。はい、どうぞ。お食べ。可愛いね。可愛い。めっちゃ器用や。うん、あ。いちごのとこだけ、いちごのとこと、うん、チョコのところを分けて食べるっていう食べ方を、むずい、それは無理、食べてた、やっちゃってチョコ部門。最後はこのインパクトのあるお菓子、これアイスに見えるよね、多分外人外国の人から見たら、でもこれはもう開けちゃうよ、開けちゃうで、これをこうやってくるっとこうテーピングして、うわ、ボキってやっちゃいそう、こうやってじゃーん、カプリコ、ジャイアントカプリコって名前のお菓子です。これなんていうんだね、このアイスのコーンみたいな中にパフ、うん、ちょっとふわっとしたエアリーな感じのチョコが入ってるって感じ、うん、でもこれちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる、自分たちが大きくなってちっちゃく感じるのか、本当にちっちゃくなったのかがちょっと分からんけど、もっとこんもりしてた、そうやね、もっとなんかマイクぐらいのね、このあったよね、ここにボンって、本当になんかちょっとちっちゃくなってる感じがするんで、あんまりジャイアントカプリコって感じはしないんですけど、でもめちゃくちゃこれも楽しいお菓子、美味しいし、一回はちょっと体験してみてもいいかなと思います。続いてポテトチップスとかスナック部門で、一番最初はやっぱこれよね、もうポテトチップスの始まりのお菓子ですね、このポテトチップス、塩味とかチップス出てるけど、なんやかんやこれが一番好きっていうところに落ち着く、で、まあ、年齢が上がるにつれてどんみんなここに帰ってくるみたいなのがあります。で、ただやっぱりその同じカルビーポテトチップスの中でもコンソメ、まあ、これちょっと分かるけどね、そうね、まあなんか味がなんかね、ちょっと濃いな、濃い、うん、そう、コンソメパンチっていうちょっと濃い味のポテトチップス、これもめちゃくちゃ大人気、はい、ただまあ多分小学生とか若い子で特に男の子やったらこっちの方が好きっていう人は多いかなと思うんですけど、まあ、この2つはぜひ食べてほしいかな、ね、個人的に好きやから用意したんやけど、そう、このカラムーチョっていうちょっと辛いやつとかいろんなチップスあるけど、なんかこれうまっていう、うんうん、で、そう、海外の人に受けそうやなと思ってこのピザポテトをあえてこうプラスで買ってきたんやけど、
そう、これ海外の人も絶対好きっぽい、ね、うん、絶対好き、ね、もうこう、チーズとピザ、うん、多分、こういう普通のチップス、シアジのチップスしか食べたない人がいたり、私は食べれない食べたことがない人がこれを食べたら、何これみたいな感じで、うん、最初多分衝撃を受けると思う。確かに、これだけ開けよっか。うんうんうん、大好き、ピザポテト、ピザポテト全部、うんうん、まあ大した量入ってないから、すごいチーズ、すごい、もうピザの匂いがいっぱい入ってるところを選ぶ。チーズがいっぱい入ってる、そう、これは見えるかな、ほら、チーズがピザソースみたいな味もついときながら、あ、これいっぱいチーズ、そう、あ、チーズいっぱいついてる、そうそうそう、これがね、うん、いただきます、うん、久々に食べた、うまい、うん、コーラ飲みたくなる、コーラ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 、これはもう一袋一人でいける、うん、じゃあ、うん、これは絶対外国の人大好き、ピザポテト、ピッツァポテイト、ピッツァポテイト、コカ・コーラ、疲れ、めっちゃ美味しい、コーラとピザポテト、やばい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 、バカが減ったね続いて、もう絶対外せないのがこのじゃがりこです。じゃがいもと野菜とかをこう練り込んで揚げて、こんな感じのスティックになってるやつです。野菜の粒とかも見えます、はい、うんうんうん、歯応えというか食感がね、そうなんや、ほら、うん、うん、美味しい、うん、でじゃがりこはなんか明太子もあるよね、明太子とかチーズとか、うん、明太子も美味しい、いろんな味あるけど、結局なんか一番人気はやっぱりこの定番のサラダだったりします。お湯入れて、ふやかして、チーズ入れてみたいな、で、そうそう、そうするとなんかポテトサラダみたいな、あー、うん、そっか、うん、お湯いっぱい入れたらポタージュみたいになるけど、量によっては、うん、そっか、ポテトサラダみたいな、そう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 、ホクホクに戻るんや、うん、っていうちょっとアレンジ食べ方みたいなのも、うんうんうん、なんか流行ってる、うんうん、若い子たちの間で一回やったんだけど、本当にポテトサラダだった、お湯入れて、チーズ入れて、ふやかして、うんうん、ここはぜひ食べてみてください。そしてついに来ました、ハッピーターン、あー、ハッピーターン、ハッピーハッピーハッピーターンって説明が難しいよねそうね、そうね、あのここら辺で紹介したのは、まあ、おかき、おかきとかせんべい部類なんですけど、謎の粉がついてます。でな、その名もなんて書く、謎の粉、ハッピーパウダー、ハッピーパウダー、ハッピーパウダー、パウダー、パウダー、ハッピー、ハッピーパウダー、上手、ハッピー、ハッピーパウダーがついてます。ハッピーパウダー、これがなんかこうラップが結構すぐ、完全包装じゃないからこんな感じですぐめくれるんです。だからね、一回開けちゃうともう食べきらないと。そう、うんうん、粉ついてるの見えるかな、見えないかな、もう粉がついてて、うん、どっちも、で粉ついてる方を下に持ってきてください、はい、下と下をこう合わせる感じで、うん、うまっ、うまっ、おいしい、なんや、これ本当に魔法の粉とか言われてる、魔法の粉、ほんまに、なんか、うん、うまさ、うん、うまみっていう概念を、うん、概念をパウダーにしたものが塗られてるような感じ、うんうん、ほんまに美味しい、お茶が欲しい、ほんとはお茶が、ほんとはお茶が、お茶が飲みたくなる、忙しい。ハッピーターンはもう本当に説明が難しいけど、とにかく美味しい、美味しい、で、日本のせんべいとかおかきもおすすめなんですけど、まずはちょっとこのハッピーターン食べたら、で、続いて駄菓子、結構低価格で買える、もう小学生とかのお財布にも優しいお菓子です。うまい棒、うまい棒は本当に何十種類も味があって、うん、で、少し前までは10円、1本10円で買えてました、うんうんうん、で、今13円ぐらいになってるけど、昔は本当に10円、10円で買えた、買えてた、10円で買えるっていうすごいお菓子で、もう小学生は絶対通る道、うんうん、もう安いからとにかく、うんうん、で、よくうまい棒10本買えるやんとか、うまい棒100本買えるやんみたいな例に使われたりもするぐらい、みんな知ってる、あんま選んだことない、じゃーん、そううまい棒ってもう、うんうん、何
英語にしたからね。デリシャススティック。デリシャス。そのままデリシャス。ヤミースティック。デリシャススティック。ヤミースティック。これが。そう。あ、いい音。うん。なんていうの、コーンパフっていうの。ね、そうだね。コーンパフになんかこうパウダー、いろんな味のパウダーが回されてるやつです。うんうん、ベビースターラーメン、うんうん。これはなんかね、なんだろう、乾燥したなんかラーメンのパリパリみたいなやつにこうフレーバーとか味がついてて、チキン味。これは30円ぐらいやってる、うんうんうん。ただこれも安いから、もう小学生とかに大人気で、もう子供の頃から親しんだ味、うんうん、大好き大好き、まあ、俺個人的に好きなんやけど、このヤングドーナツ、ちっちゃいミニドーナツみたいなヤングドーナツ、これ4個入りで、これも30円ぐらいね。そうね、それぐらい。これ別にあれよね、女の人とかはさ、なんか職場とかでさ、小腹空いてたりとかさ、うんうん、なんかカバンに隠し物とくと、ちょっと小腹空いてたり食べたりとか、結構便利だったりします、うん、ここら辺はもう遠足に持っていくような、うんうん、ヨーグルト味のタブレットラムネみたいなやつ、ヨーグレット、ハイチュウ、ハイチュウ海外でも知られてるかな、知られてそう、ね、ソフトキャンディ、ブドウとかイチゴとか、青リンゴ、青リンゴ、青リンゴあった。このソフトキャンディもすごい美味しいから、うん、ぜひ食べてみてください。で、出たー。これはもう男の子が好きかな、ソースカツ。これ女の子も食べたりしてた。私めっちゃ好きやった。めっちゃ食べてた。今でも食べる、うん、今でも食べる。大人になったらソースおつまみ、そうか、お酒の、うん、飲むときのおつまみになるほどね。これ今まであんまり考えたことなかったけど、魚のすり身、魚肉のすり身をカツにしたやつ、うんうん、食べよう、これは食べよう。わ、すごい、絶対美味しい。ソースほら、ソースがついたカツ、薄いんですけど、じゃあちぎって。あ、もうカレーの匂いがする。カレーの匂い、ね、カレーの匂い、カレーの匂い、そう、カレーの匂い、あ、でか、カレーの匂い、うん、食べます、いただきます。うん、結構ね、歯ごたえというか、うん、噛み応えというか、いいっていう、うん、ジャーキーとかあんま食べたことないけど、ああいう食感なんだ。ジャーキーより、うん、なんていう、なんていうか、チューイングっていうか、うん、うん、美味しい、うんうん、確かにお酒のつまみに、うん、ビールと合いそうで、うん、はい、というわけで日本のお菓子の紹介でした。残ったお菓子は子供たちにあげたいと思います、うん、喜ぶ喜ぶ。どうやったこれ、いろいろ全部は食べきれんけど、いや、こんな、なんか日本のお菓子ってやっぱクオリティ高いなって思った、うんうん、全部美味しいね、うん、日本のお菓子ってもう何千種類もあって、うん、その本当にここにあるのってめちゃくちゃ定番で、まあ十分量多いように見えるけど、うんうん、ごくごく一部やもん、うん、その中で何十年も生き残ってきた大人気のお菓子だから絶対美味しいの美味しい、うんうん、で、久しぶりに食べたやつもあったもんね、うん、正直本当、ロマンゴーも懐かしい、懐かしいみたいな、懐かしい。で、ハッピーターンもなんかまあね、しょっちゅう食べるわけじゃないけど、うん、で、うまってなるのも知ってるけど、やっぱうまって、うん、衝撃衝撃がちゃんと毎回あるんですよね。ほとんどが、まあ、よくあるどこにでもあるスーパーとかコンビニで買えるやつばっかりなんで、うん、まあ、今日紹介したやつぜひ食べてみてください、うん、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。また3人でまた違う企画とか、あともうちょっと価値観とかこう文化的なことについて、いいね、トークするような内容とかもやっていくと思うので、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。こんにちは。こんにちは。今日の企画は和牛お肉の紹介です。和
肉お肉たくさん買ってきました。楽しみ楽しみ、はい、で、あさみちゃんが持ってるやつが、はい、アメリカ産のお肉で1500円ぐらいのお肉です、うんうん、で、ななちゃんが持ってるのがオーストラリア産の OGBはい、穀物牛です。で、僕が持ってるのはこれがなんと特選和牛、沖縄和牛、沖縄の和牛です。かなり日本で買うお肉としては高級で、消費税とかを入れると6000円ぐらいするお肉です。リッチだわ、はい、なので、はい、何倍ぐらいだろう、4倍、4倍、4倍ぐらいの、うん、差がある、価格の差があります。日本でも、まあ、もっと安い和牛はいっぱいあるんですけど、うん、これは、まあ、特選スペシャルな和牛なので、うん、かなりお高めです、うん、はい。で、今日の企画はただ食べようっていうだけじゃなくて、はい、ちょっと食べ比べをして味の、まあ、違いとか評価を話したりとか、あとちょっと目隠しをしてね、じゃーん、じゃーん、目隠しして当てれるか、はい、和牛がどれか当てれるかって企画もやっていきたいと思います、はい、じゃあ早速焼いていきましょう。じゃあ今から焼いていきます。はい、よし、よいしょ、焼くぜ、焼け焼け焼け、火通した方が早いやろ、火でやろう、まあ、そっか、切り方を合わせとかないとあれだもんね、その食感で、食感というかサイズ感で分かれちゃうもんね。もうお肉の匂いが、お肉焼くところとかってなんか見てられるよね、なぜか、なんかワクワクする、はい、あ、やっぱ油が結構出てきた、うんうん、そうだね、なんかちょうど焼肉行きたかったのに、あちょうど、お肉は腐りかけが一番美味しいですよ、熟成ってこと、ね、熟成なのか、まあ、その時は熟成ブームとか昔なかったから、なんかレストランで働いてた時にね、へえ、言ってた、じゃあこれが美味しいんだ、うんうんうん、半額やった、半額やったし色変わってきてたねギリ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 、でもなんか肉の匂いをするのは、うんうん、この色変わってる、まあ、まあ確かに、海の方が肉って感じ、よし、もうすぐ焼けるぞ、イエーイ、まずこれ、タレは焼肉用のタレ、ステーキというかちょっと焼肉用のタレと、あとわさび、醤油、ソイソースとわさび、見えてない見えてないほぼわさびと醤油もあります。あと一応生ニンニクもあります。わさびって何かホースラディッシュやった、分からん、わさびの英語、うん、分かりません、わさびはわさびだ、わさびで通じると思う、ね、うん、そうそう、これスシロー、お寿司のスシローのさ、ウーバーで配達してもらった時さ、なんか一人前のにさわさび20個ぐらいでさ、醤油20ぐらいダーンって入ってて、何この量、結構もういいんじゃない、ね、ちょっと、うん、どっちがどっちか分かるようにしてもらって、じゃあ私はこっちをね、はい、この特選和牛を焼いていきます。美味しそう、でっか、やば、いくよ、せーの、よいしょ、わー、いい音、よいしょ、よいしょ、わーい、わーい、まあ、6000円が今焼かれてます、火加減これ強すぎない、大丈夫、どうだ、ちょっとじっくり焼いてみると、ね、油多めやしね、油とか刺しが多めやから、ね、パリッとしちゃう、めちゃくちゃいい、ほんまに、もうさ、これ食べ比べ、食べ比べするって言ってもさ、あれじゃない、間違いようがなくないと思うやん、いや間違えると思う、絶対さすがにさ、間違えたら罰ゲーム、うん、
間違えた、間違えます。やばいやばい、サイキック。オッケーオッケー、サイキック。もうわさびもあるしね。ほんまやな。なんかちょっと寒いけど、ほんまにこのあれよね、生まれてこの方約40年間培ってきた自分たちの舌が、ね、うん、でもやっぱり美味しいお肉ってさ、なんか油の味が独特やから、うんうんうん、でもすぐ分かると思う。そう、絶対間違うんと思う。じゃあ油ペッて吐き出すだ、ね、絶対長い菜箸があった方がよかった。うわ、やばい、すごいすごい、うん、結構やばいかもね。わあ、十分、ちょっと火加減強かったかもね。今3ぐらい。もうでもあと片面ゆるくゆると思う。1とか5分ぐらいで火取ったらやばい、ちょっと片面だいぶ影響してみたけど、油が違う、全然これは間違えないでしょう、さすがに、うん、間違えた、デコピン、デコピン、かわいいね、かわいい罰ゲーム。でも日本の罰ゲームをあれしよう、罰ゲームを、うん、日本の罰ゲームはデコピンとチッペ、ババチョップ、ババチョップ、ババチョップ。まあでもなんか最近コンプラとかいろいろ流したいからね。はい、いい感じに焼けました。カットしていきます。いい味はまだ分からんけど、カットカット、いい色、いい色、カット。どうどう、柔らかさ、柔らかい、もうこのなんていうの、このそう、感触はですね、うわー、もうこの分かる、この断面、あーもう柔らかさが違う、これ、ま、もうあれ企画倒れかもしれん、ま、もうあの絶対間違わない、全員正解する、うん、って言うて、うん、いや絶対正解するみんな。うん、おーおー、ちょうどいい感じの、ちょうどいい、いい感じのレア、美味しそう。じゃあそうね、あとはこれで、ね、サイズを合わせないといけないね。はい、はい、というわけでお肉が焼けました。まあこれを間違うとちょっと日本人はやめないといけないレベル、うん、マジか、マジか。だって絶対間違いようがない。分かった。でこう間違いるはずがないって振って、まあ、外したら面白いとかっていうのももう無理なぐらい多分間違いない、うんうん、本当に間違いない、間違いない、これは大丈夫。誰か、 OK、 じゃ誰からいけますか。最初はグーじゃんけんぽい、アイコンショー、イエーイ。誰から食べるの、食べる人が。あ、そっか、最後、いいよ。あ、最後、最後最初はグーじゃんけんぽい、はい、どっちがいい。じゃあ最初に行くわ。おお、じゃあこの順番やな。うんうん、よっしゃ、アイマスク装着。え、これはじゃあ真ん中、何かつける、タレはつける、いや、つける方が分かるんじゃん。肉そのものの味からいく、うん、塩コショウだけで、塩コショウだけにしようか、うん、じゃあタレタレつけたら分かる、タレの味になる。あ、でも塩コショウ振ってるもんね、もともと。じゃあもう行こう。目隠ししてるから分からん。サイズ細かくしてもいいよ、もっとあのなんていうの、一口がでかかったら歯ごたえとかで分かりやすいやん。だからいや、じゃあ同じぐらいの大きさ選んだから大丈夫。じゃあ実食。でで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 。どこに何があるかも分からないけど。はい、じゃああんして、あん。はい、恥ずかしいです、ね。ちょっと待って、はい、A B C でやる？じゃあまず A。A。いきます、 A です、このお肉でした。匂い、あ、匂いでも分からん。はい、パクリ、うんうん、これがこれですね、うん、どうファーストバイト。うん、お肉、うん、でも絶対国産ではない。へぇ、うん、国産ではない、ね、うん、ファイナルアンサー、早くも絶対大丈夫。オッケー、うん、次行くよ、うん、お、ではお次こっち行きまーす、はい、次の2番手。もうなんか顔、笑顔が自然にこぼれそう、匂いから、匂いから。
これが B。 匂いはしてないけど、匂いは、うん、これが B。 うん、うん、どう違う、さっきと違う、うん、違う。へぇー。1個目が多分俺王子で、2個目がアメリカ産な気がするけどな。まあでもそこを当てるゲームではないから、ね、まあな、でも、まあ当たったら3連単っていうことで、うんうん、そうだね。うんうん。では、ラスト。うん、あ、美味しいな、これはこれで。ラストいきます。はい、和牛だね。うん、嬉しいな。待ってました。どうぞ。待ってる。匂いが。待ってる。匂い。どこにあるか分からん。鼻詰まってるから。あ、あった。うん。うまいうまいうまい。ご飯ご飯ご飯。ご飯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 。早く早くみたいに。ご飯。じゃあ一回も取るで。うま。うん。なんなんそのスイッチ。うんま。そのスイッチ何？絶対なるってこう。なんかもうこれサウナ入って熱々熱々水水水みたいな。整った。うん、うまい。マジ？じゃあ全然、じゃあこれはなんかそのそういう時のうまいうまい飯飯になった時用の飯。うん。これはもう大丈夫、絶対正解やんの、当然。正解。もっと盛り上げよ。ウェーイ。なあちゃんこれはどうする？え、一番目は何？アメリカさん、一番目がアメリカさんで、え、マジ？こっちこれがアメリカさんだよ。あ、ほんま？うんうん。で、二番目が、なるほど、ね、茶色のやつ。オージーってじゃあアメリカ違うのか。なるほど。でもまあもうあれだから、ミッションはクリア、国産をちゃんと当てるってこと。絶対わかる。絶対わかる。もうこれは間違わない。うん、はい。はい。なんか面白いねこれ。はい。続いては奈々ちゃんのターンです。はい。はい、じゃあ一番目このお肉です。はい、一番目は、ああ。匂いは待ってよ、香り。え、どこ？匂いって分からなかった。待って、まずどこに匂いってあんま分からなかった。ん？どうですか？ん？ん？どう？どんな？ん？甘い。甘い。ん？めっちゃ柔らかい。 A ね、これ A ね、これが A。 めっちゃ柔らかい。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。甘い。甘い。油が甘い。じゃあ次、ごちそうさま。はい。あ、水大丈夫？うん、大丈夫。匂いから。 B。 匂いって分かるよね、やっぱ。どこにあるか。うん、違う違う違う、全然違う。へえ、硬い。なんかもう感触、最初に台ガブってするやん、うんうん、肉が口の中に入って、うんうん、でももう最初のガブからさっきの肉と今の肉が全然違う。違う、うん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 、うん、これよう食べるやつ。ああ、よく食べるやつ、ね、うん、よく出会う、よく出会う感じのやつ、ね、うん。次 C。 はい、もう食べきるまでしか、匂いから、匂いから。どこにあるんだ、どこにある、どこ、ここ、あ、あった。、うん、もうわかるな。わかる、わかるよな、わかる。これは、うわ、最初の時がご飯タイムやったわ。あ、そうね、まあ、あれがご飯タイムやった。それもちょっと思ったよね、そこ。ただね、なんか毎回 3C がっていうのにしてもあれやから。うん、これは、うん、分かった、分かった。じゃあ正解は、正解は A が、 A に国産肉。国産肉、はい、大正解。大正解。これは分かるよな、もうこれ多分めっちゃ、うん、めっじゃあ油が違うもん、ね、油が甘い。絶対違うし、ほんまにベタやけど、うん、口の中入って一個噛むやん、あ、とろけちゃうみたいな、ほんまに。ごちそうさまでした。お肉を、牛肉、ビーフを知らない人が初
初めてこれを食べ比べたら違う食べ物と思うかもしれない。あ、ほんまそれぐらい、うん、それぐらい、もしくは同じ牛の肉やとは思わへんと思う、うんうん、なんかそう、別物かもしれない、うん、美味しそうだね、冷めないうちにいっちゃいましょう。はい、じゃあ続いては、はい、じゃあ続いてはあさみちゃんのターンです。じゃあ奈々ちゃんお肉をいきます。いざ実食。先手、先手いきます。似たようなサイズでね。よし、いきます。はい、まず置いてからやった、ね、置いてから。あ、まあ、そう、そうね、これはこれ一応見せて。そうね、はい、はい、まずはこれです。これですね、まあ、編集でこれが何肉って出すか、うん、大丈夫かな。じゃあいきます。なんかちょっと上向いちゃうんだね、こんなやつ。これな、匂いな、匂いわかる、うん、ここもうめっちゃ鼻の前にある。あ、いい匂い、あ、匂いちゃんとしてる、いいね、いいね、いいね。はーい、うん、お肉、お肉、お肉や、お肉や、よく食べてるお肉。よく食べてるお肉。よく出会う人。また会いました。美味しいかな、もう普通に美味しい、うんうんうん、美味しい、美味しいよね、どのお肉もね。そう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 、うん、ただなんか近所のお兄ちゃんか芸能人のイケメンかみたいな、なんか、うん、そんな感じやん。うん、分からんそう。美味しい。じゃあ2番目、これ、これね、うんうん、これいきます。これですね。じゃあまずは匂いから。匂いから。ほれほれほれ、わかる、ほれ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 、わかる。あ、匂いした。オッケー、いくよ。ほい、ん。いや、もう全然違う、もうすぐわかる。全然違う、油の量がもうジュワーって口の中に広がる。堪能できる。もっとくれってなるよね、うん、食べきるまでのスピードが違うもんね。わかる、なんか味わって、そう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 、もっとお口の中にいといてほしいから、ちょっとゆっくりさなるよね、速度が。わかる、全然違う。わかるわかる。もうじゃあもう答えがわかったとは思うんですが、うんうん、一応最後までいきます。そう、ね、最後は3番目がこれです。え、超えてきたみたいなね。そうそう、え、そうやったみたいな、こっちがみたいな。これいきますね、いきましょう。くん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 、面白いね、この、はい、食べさせてもらう感じ。ちょっと斜め上向くんやもんね。みんな斜め上。どこ？どこ？めっちゃおもろい、メタバースみたいになってそれやるだけでも面白いかもね。なんか自分の感覚を信じてない、うん、これはこれで美味しい。うんうんうん、そうやね、どれも美味しいね、うん、やけど今回の趣旨、うん、いや、国産のお肉は、うん、せーの、 B、 正解、正解です。ピンポン、ということで食おうぜ。イエーイ、いいお肉。もうこれやろ、みんな。そうそうそう、すぐわかった。よしよし、じゃあこっからはもう好きな食べ方でタレとかソースつけて食べていきたいと思います。イエーイ、パフパフ。で、いいお肉は結構塩とかで食べたりする文化、海外でもあるとは思うけど、個人的にはこのわさびと、わさびにそうソイソース、醤油、わさび醤油をね軽くちょんちょんってつけて食べるのね。あんまベッターじゃなくて、焼肉のタレとかも一応あるけど、まあ好きな食べ方でどうぞ。いただきます。もう絶対みんなこれ、うわ、もうこの油のとこいっちゃった。油が全然違う。溶ける溶ける、わさび醤油、うんうんうん、なんか、うん、ほんまにトロ食べてるみたい、うん、うんうんうん、ほんまに、うんうん、でこれはうちの食卓によく出る、うん、よく出会う。でもこういうさ、なんかオージーとかアメリカのお肉も結構歯ごたえとか食べ応えがあるからさ、うん、こっちはでもなんかこう焼肉のタレとかも、うん、合う合う合う、ね、バーベキューソースとか、うん、これはほんまにそうね、うん、こっちはこっちはやっぱこうだね、うん、
なんかこっちは脂身がすごいからさっぱりいきたくなんねんけど、こっちは脂身が少ないからなんかちょっと主張してよみたいなんで、ちょっとタレと一緒に合いやすくなるよね。なんかあれだよね、アメリカオージーさんのお肉は炭酸とかと一緒に食べたり飲んだりしたくなるけど、こっちはなんか日本酒でチミチミ行きたくなる感じがする。うんま、うん、なんかあれなんかな、ちゃんとコーラとかと合うようにしてるんかな、知らんけど。アメリカとか、そうそう、欧米。めっちゃさっきからご飯タイム突入してる。うんま、めっちゃ食べる。うんま、うんうんうん、これはこれで美味しい。美味しい。でも本当にあれだよね、ちょっといい和牛とかよりももっとだいぶいいやつやもんね。いいやつやから、うんうん、いや間違いないよね、うん、もうわさびだけでいいてか、うん、ほんまにそう、わさび、わさびと塩、そうなんや、うんうん、海外の人たちって、うん、こういう和牛日本の、うん、食べたりするんかな。でも和牛って言葉が、うんうん、一応世界で広まってたりするぐらいやから、うんうんうん、まあ普段からは食べる機会はないやろうけど、まあ、日本に来たらそうステーキハウスとかさ、うんうん、食べたいっていう人は多いと思うけどね、うんうんうん、もう止まらんな、わさびだけでめっちゃ美味しい、わさびだけ、うん、やわらかっ、なんかリューレア寿司食べてるみたい。あー、これこんな感じでわさび、うん、わさびでいただきます。そんなにわさびの辛さってなんか、ね、油とかでまろやかになるから、うん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 、辛くない。うん、ほんまね、あの、わかった、牛レア寿司わかった。ね。ほんまにそんな感じないし。食べて食べて。いただきます。牛レア寿司。そっか、だから罰ゲームの対象者はなしだね。うん。うん、今度はもっと難しいやつをちょっと考えよう、うん、その芸能人誰だったかな、なんかお肉の専門家みたいな、うん、誰かがの誰かが、うん、誰やねん渡部か、うん、寺門ジモン、寺門ジモン、寺門ジモンが言ってたけど、うん、5,000〜6,000円ぐらいまでのお肉やったら、そのデパートとかスーパーとかそのお肉の専門店で買った方が、うん、まあ美味しい、普通に買って、ただその1万円2万円とかっていうもう超高級ランクのお肉になったら専門店とかお店に行かないと食べれないとか届かない、なんか壁があるみたいな。だから家で焼いて食べるのの最高峰ぐらいである、ね、トップオブザ何炊く焼肉みたいな炊く肉みたいな感じ、これが1000円でした。6000円やったらさ45ドル、うん、そうだね、45ドル前後とかで、う、ね、もう美味しすぎて言葉が出てこない、ね、なんかあれだよね、もし日本に、まあ、住んでる外国人の人がこういう日本のいいお肉を買ってお家で今日みたいに焼肉するんやったら、一番おすすめなんはまあ、スーパーの肉売り場っていうよりかは、うん、お肉屋さんみたいな、そうだね、うん、ところで行った方が、うんうん、まあ、お話ししながらね、うんうん、なんか柔らかいお肉ありますかとか和牛くださいみたいなことを言いながら、うん、お店の人にこうおすすめ教えてもらった方が一番ベストかなとも思うし、まれにほら和牛でもさ、うん、なんかその安く手に入るときは半額とか 20% オフとか賞味期限が迫ってて、そうね、そういうのもラッキーにも巡り合う可能性もあるから、うん、まずはあの住んでいるお家のお肉屋さんに行ってみるのもおすすめ、うんうん、そうで、なんかあれだよね、ホテルでもさ、キッチン付きのホテルってあるやんな、うんうんうん、ね、そういうとこだったら買ってきて焼いて、うん、おすすめおすすめ、うん、油は引かずに、ね、そう、油引かなくて本当にね、でもうパンとワインとかね、うん、好きに、いいはずね、ホテルの部屋で自分で和牛買って焼くぐらいの方がなんかあれかもね、うん、なんかシンプルに、うん、爆発的なうまさを味わえるかもしれない、うん、
コスパもいいしね。やっぱお店行くとチャージ代じゃないけど、ね、やっぱそのお肉以上にいろんなのが乗っかってくるから、うんうん、お肉のお金でこう出したいって、お肉にお金をかけたいっていうんやったら、そういうところでいい肉を買って、でホテルのコンドミニアムみたいなね、そうそう、ところでジュージュー焼いて、うんうん、美味しいお酒と一緒に乾杯しながら寝るみたいなね、感動するっていうのは間違いないよな、きっと、うん、日本人でも普通にこれぐらい美味しいお肉食べたら、うん、ご飯食べちゃっていい？うん、食べて、うん、うまい、何回食べてもさ、苦手なの、わかる、わかる、やっぱ和牛はわさびだ、うまい、わかる、もっとくれ、みたいな、うん、なんかもう一回新鮮にうまっていう、うん、わかる、なんかそうやね、別に他のお肉が美味しくないとかじゃないんだよ、それぞれ美味しいんだけど、一周してまた和牛に戻ってきたら、うん、あーこんなだったみたいな、うん、冷めてもそんなに硬くないよ、ね、ないない、柔らかい、うんうん、ずっと柔らかい、というわけで、うん、もうバクバク食べてほとんどなくなっちゃいましたが、まあお肉の食べ比べはもうやっぱり間違えるようはずがないレベルの違いがあったので、うんうん、みんな正解でした。イエーイ。でこの和牛は本当にあれだね、なんか自分たち日本人でも感動するし、うん、5分前食べてもう美味しいって満足したはずなのに、うん、また食べたらまたうまって感動がまたするので、本当にだってこれ6000円やん、うん、で3人ではもし割ったとしても2000円だから、2000円で感動が買えるの、しかもその感動を何回もだよ、うん、なんてコスパの良い、そうだからこれは本当にね、うん、めちゃくちゃ価値があると思うので、うん、ぜひ日本に来たら、うん、和牛を食べてみてください、はい、いやー和牛すごい、和牛の回でした目隠し企画面白いからまたいろいろやろう、またやりましょう面白かった、なんかこの目隠し企画やってとかっていうのが、あ、コメント欄に、ね、コメントがあれば私たちやります、ね、うん、やりましょう、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、また次の動画でお会いしましょう、あ、Today's topic is the true meaning of Itadachimasu and Gochiso Sama. Itadakimasu. Itadakimasu. Gochiso Sama de shita. Hai. 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 Hai.不思議、不思議とか独特な文化みたいなことを言う人がいて、で日本人の自分たちからしたらなんか当たり前すぎて、えってそこ不思議に思うやっていうのにちょっとびっくりしたりするやん、だからなんか改めて考えることってそんなにないよね、いただきますとかごちそうさま、あとお辞儀とか、なんか知り合いが通ったらこんなすね、そう、知り合いじゃなくてもなんかね、知らない人でもどうもみたいな、日本人だけ声にはあまり出さへんけど、うん、知らない人やったらとりあえずなんか、うん、いただきますってさ、うん、なんかすごい深いよ、ちっちゃい時からご飯が出てきたらいただきますしなさいよって教えられて、うん、そうね、感謝だね、いただきますって言ってたから、うん、あんまり深く考えてこなかったけど、うんうん、いただきますってほんま命をいただきますやもんね、うん、そうそうそう、うん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 、そう、いただきますはそうだね、感謝で、日本ってさ、なんか多神教っていうかさ、うんうんうん、あの万物すべ、うんうん、てのものに神様が宿るみたいな、だから生き物だけとかじゃなくて物にも神様が宿ってるっていう考え方やから、なんかもうそうね、こう命がある、もう野菜とか全部含めて
命をいただきますっていう、そこに対してのこう感謝みたいなとこもあるし、であとはあれだよね、こう食事を準備してくれた人、この食事を提供してくれた、この食べれる状況を作ってくれた人への感謝も入ってる。で、なんかもう多分本当にその精神的なとこを突き詰めていくと、なんていうの、健康でこういう美味しいものが食べれる、自分の今健康であることで、まあ、ご飯がこう食べれる環境であることに対しても感謝みたいな、深い、なんかそういう、そうだから神様ありがとうございますみたいなのもあるし、食材とか物に対してとかのこの全てに神とか命が宿ってるから命をいただきますって感謝もあるし、そう、そうそう、農家さん、野菜を作れくれた農家さん、運んでくれた、まあ、物流の人で、調理してくれた身近な人とか、レストランの人とか、スーパーの人っていう、そうそうそう、全てに感謝みたいなのがあってっていうのがあるから、すごい実は深いこと、ね、だからなんか対人で迷ってるとかさ、なんか人生しんどいとか、いろんなこうことで悩んでる人とかさ、俺なんかこういただきますとか、ありがとうとか、いただきますとか、ごちそうさまとか、なんかこうそういう日本人のすごい基本的なところをなんか真剣にちょっと習慣でしっかりやるっていうだけでも、なんかちょっと心の変わる気がする。それはすごい、すごいよね、いただきますって言葉深いね。深い。ごちそうさまでしたも、まあそのね、感謝をまた改めて伝えるってことやから。外人さんはしないのか。外国人の人はなかなか英語というか、訳すのが難しいんじゃん。いただきます。ご飯が出てきたら。もう食べるのかな、多分宗教的にクリスチャンとかでこうお祈りはするけど、そうそう、それがまあ代わりになるのかな、私らでいただきますの、多分ね、そうね、宗教で神様ありがとうみたいな、食事をありがとうみたいな、今日も一日ありがとうみたいな対象物はもう神様、で、そう、もう全ての、日本人はそうね、いろんな、いろんな、そうそう、あっちにもあっちにも、こっちにも、今の自分にもみたいな感じな、っていうことだよね、きっと、きっと、八百万の神って、そう、八百万の神ね、全て万物に神が宿るっていうやつ、でもなんかそういうさ、そのいただきますみたいなこう精神みたいなと、他のにもあるやん、なんか最近ほらネットフリックスでサンクチュアリっていうさ、あ、相撲のやつか、相撲のやつが流行って、海外の人もなんか相撲をもともと知ってはいるけど、より深く興味を持つみたいな人が増えるって言われてるけど、あれはなんか自分めちゃくちゃ全部は見てないけど、まあ、ちょっと破天荒な歴史がこう主人公で、まあ、物理を醸しつつみたいな話だけど、結局伝統文化となんかそのしきたりとか、あそこもなんか神の前の儀式みたいなのが相撲あったりするから、塩巻いたりさ、その、このスタートするまでにこう思考を踏んだり、こう所作がいくつもあってとか、いろんなことがあったりするから、なんかね、そういう、自分はサッカーやってたからさ、で、試合前とか、あの、自分の学校っていうよりも、他校とか、なんか試合の時とかやったけど、そのグラウンドに向かって、こうみんなが整列して、一礼にしてから、グラウンドに入る。バレーとか、そうね、いろんなのでもあるよね、そのコートに入る前に、そうね、体育館とかのそういう聖域みたいな、まさにサンクチュアリみたいな聖域として、そこに入る前に一礼して、で試合終わって出る時もグラウンドにまた、その何もない土のグラウンドとか芝のグラウンドに向かって礼をする、これがなんか礼儀というか、なんかね、こう知らず知らずにやってたことが、実はこう紐解いていったら深いところにたどり着くっていうのが、なんか日本らしいというかね、なんか面白い。だから結構日本人って無宗教とかさ、なんか言うやん、で海外の人とかって結構なんか、お前の宗教はみたいな感じでこうね、こう宗教観について話し合ったりとか、結構オープンに宗教の話とかを喋るみたいなのがあったりするらしいけど、
日本人にそれ聞かれても、うん、ああいやってなって、うん、なんかな喋れることなくない？なんか特に宗教信じてる宗教を特定のものはないですって。でもその人が亡くなったら、うん、そのブッディストネームみたいな戒名、うん、ああいうなんか法名みたいなやつがつくやんか、うん、でお坊さん、うん、お寺とかで供養してもらったりとか、うん、なんか人がそう、ね、そう人が亡くなった時だけ、そこはしかり、その初めてそのお寺とかちょっと宗、うん、仏教的なところと関わるから、うん、一番距離感が近いのはやっぱり仏教って人が多いけど、うん、じゃあ仏教について語れるかっていうと、うん、ほぼ語れないよね、うん、みんな。でも生活に根付いてる考えはどっちかやったら神道、この八百万の芸術の神様、うんね、何々の神様みたいな神道が実は根付いてるっていう感じだよね、うんうんうん、自分はあんま神道と仏教の差とかあんまりもう理解できてないの。あ、ほんまに、うん、もうだって初詣とかも行く人多いやんか、うんうん、でもそうやって当たり前にお正月になったらなんか持ち空間のノリでお参り行こうかみたいな感じやけど、うんうんうん、あれって神社に祀ってる神様に挨拶しに行ってるから、うんうん、めっちゃ神道やん、うんうんうんって思うし、なるほどね。そうそうそう。そうで日本人はなんか宗教っていうと信仰宗教みたいな、そうね、そっちのイメージがあるね。そうなんかカルト的なイメージを持つ人がいて、宗教っていうものに馴染みとかがなさすぎて、宗教っていうとちょっとカルトみたいな、宗教の話を聞いてくるって言ったら絶対なんか変な人に勧誘されてるんじゃないかって心配される。それぐらい。なんか宗教っていうところが身近にないっていうのが現実で、別にその無宗教なことは全然悪いことではないし、なんだろう、そういう精神面的なところはなんか知識としては知らなくて もう文化として根付いてるから別に無理に勉強することではないかもしれんけど、なんか知識として知っておきたい気はするね。そういうことね。結構意外にそういうのってそれこそ歴史と紐づいてたりするんだよね、うん、それこそ神道の一番最高神じゃないけど、うんうん、アマテラスの大御神とかっていうのも、うん、古事記っていう日本のいっちゃん昔の神話みたいなところから始まってたりするから、日本のルーツみたいな、ね、そう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 、うん、私もともと歴史が好きだから結局それを辿っていったら神道の神様とかに、うんうんうん、こう日本の神様シリーズみたいなのにつながってたっていう感じで、で仏教は海外から来たものだからまたちょっと入り口が違うではあるけど、意外に日常的に日常の中に紛れ込んでたみたいな、観光で京都とか行ったりとかして、で、あ、これなんか美容の神様やねんてとか、ちょっとお団どことかでやるやん。確かに、うん、そう、でもあんまり深く考えてない。そう、ちょっと都合いいと思うよね。そうそうそう、こういう時だけ優れてるみたいな。そうそうそう、宗教というかね、こうなんかそういう方面も勉強していろいろ話せるようになりたいと思います。うちらがなりたいと思います。そうそうそうって感じです。Today's topic is Do Japanese women like foreign men? クラブで外国人の男性に何かされたって言った若い男の子、二人とも結婚してるからあれやけどさ、結婚もししてないとして、うんうん、外国人の男性と付き合ったり、うんうん、まあ結婚ってなったらまたちょっとハードル上がるけど、うんうん、実際じゃあ外国人の男性が恋愛対象とか付き合う相手としてこうありなしとかっていうのだとどういう感じ？全然ありです。あり、うん、全然 OK。 なんか外国人の
こういう感じの男性とかなんかイメージってあるんですよ、アリっていう中で。私は黒人。黒人さん。黒人。なんで黒人。セクシー。あ、セクシー。なんかカルチャー的な感じとかそういうのが何か好きで興味持ったとかじゃなくて、ただ見た目の印象とかで。セクシー。セクシーな感じ。黒人さんでもさ、すごいなんかマッチョなさ、ムキムキな人もいればさ、ちょっとシュッとした。シュッとしたスリム。シュッとした黒人さんが好き。ああ、なるほど。なんか有名な人で言うとこういう人。ウィル・スミス。あ、ウィル・スミスとか。大好き。ああ、なるほどね。セクシー。セクシー。もうじゃあ普通に。アプローチされて、まあ、デートしようとかって付き合ってない時とかシングルの時だったら全然全然 OK 全然 OK ってなる。で昔はディカプリオとか付き合ってた。昔はね、昔はタイタニックの時かっこいいって思って、結婚とかっていうさ可能性になってきても、まあ、十分考えるって感じ。なるほど。のなちゃんはどんな感じですか、はい、私がその外人さんとお付き合い OK って思うのは、うん、なんか外国人の人って結構思ったこと感情とかをストレートに伝えてくれるやんか、それが私すごい好き。デリーファーストやしね。そう、なんか日本人の男の人って多分なんかいろんなプライドかなんか分からへんけど、察しろ文化が結構あるやん、男の人とか言わんでも分かるだろうみたいな、なんかそれがいや言わな分からんっていう感じやから確かに愛情表現ないよね。そうそう、いいも悪いも俺は今こう思ってるんだって言ってくれた方が私はすごい嬉しいし、何よりも私コミュニケーションをこう会話のキャッチボールとかすごい好きだから、なんかボンボンこうやりたい、こう会話をね、なるほど、思ってる子の意見交換じゃないけど、今日かわいいねとか、いやあなたもかっこいいわ素敵みたいな、なんかそうそうそう、そんな感じの日常を送るのも全然したいタイプの人やから。そうね、日本人の男の人ってさ、なんか女の人ってほら大和なでしこって言葉があるよ、なんか男性の一歩二歩三つ指ついてるそうそうそう、後ろに下がって男性を立てて、まあ、あんまり多くを喋らずこうしとやかに静かにしとくみたいなっていう、なんかおしとやかさとかさ、こう清潔感とかいろんなものをさ理想像で求められるみたいな、これがなんかいい女性だみたいなのの押し付けがすごいからさ、だからなんかすごい女性の立場とかいろんな意見とかを主張することでさえ、なんか女性がこう出しゃばることに対して男性がええみたいな、そういうみたいなのがあったりするけど、だからそういう面で全然その海外の男性は全然いいなって。特にこういう見た目とか雰囲気の人がいいとか、私好きなんは、どっちかって中南米系とか、黒人でもなく白人でもなく、ちょっと茶褐色なんだけど髪は黒目みたいな、キアヌ・リーブスみたいな感じ、どっちか、肌はまああの肩は白いけど、どっちかって金髪壁眼とかっていうよりかは黒髪の人が好き。スペイン語圏の人が好き。なるほど。ラテン系のスペイン、ポルトガル、そう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 が好き。なるほど。キアヌ・リーブスね、とかあのデルピエロみたいな。デルピエロね、サッカーのああ、なるほどね。デルピエロ、デルピエロってイタリア人。そう、イタリア人よね。でもなんかあんな感じの黒髪の人が好き。なるほどね。ちょっと若干エキゾチックな雰囲気も少しあって、だから女性もそっち側の人が好きやから、なんか昔の歌手ジェニファー・ロペスとか、ペネロペ・クルスとか、日本人の、ま、男性の方ってあんまりあるよね。そこまで海外の人の女性が好きかっていうとそこまでじゃないって、意外とさメグライアンとかさ、なんかこうちょっと日本人にも、確かに確かに日本人にも受ける外国人の女性の顔立ちってあるよ、ね、確かに。あとブリちゃんね、ブリトリスピアスとか、懐かしい。でもアリアナグランデってめちゃくちゃ可愛くて、可愛い可愛い。日本人の男性から見ても普通になんか外国の女性っていう感じとかもあんまりそこまで感じず、普通になんか直感的に可愛い。そう、なんか私が思うねんけど、日本人男性が好むこの
外国人女性ってもう 100% ネイティブの外国人女性っていうより、うん、ハーフやったり、うん、だからうちの旦那とかもローラ可愛いとか、うん、誰逃れ綺麗とかーハーフやないかみたいな、なるほどね、そうそうっていうイメージもガッツリ外人さんも強そうな、そう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 、女性の外人さんっていうよりかはちょっと可愛らしい、そうそう可愛らしい、そうキュートって感じがしますけど、ね、そう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 、なんかなってめっちゃ思う、うんうん、そうやと思う、うん、そうかそうか、結構女の人の方がむしろあれか、男の男性が外国人の女性と結婚とか付き合うっていうよりも、女性日本人の女性が外国人の男性と付き合うみたいな方が結構意外と可能性が高いのかもね。でもそっちも多いんだ。実際多いよね。よく見るのもそっち。やっぱでも奈々ちゃんが言ったらそのストレートにさ、うん、愛情表現してくれるっていうところで、うん、グッとくるっていう、うん。それはあると思うよ。奈々ちゃんって言ってくれないとね。そう、甘い言葉を耳元でささやかれてごらんって感じやそうね。スキンシップとかも多いしね。うん、そう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 。ね、愛されてる感が、うん、もうドストレートに伝わるやんか。日本人の男の人の I love you は言えない、ね。言えない言えない言えない。いや、もっと言えやって思ってるね。そうね、そっか。まあじゃあ外国人の男性の方があれね。モテるんちゃう。モテるモテるね。だからそう見た目とかの雰囲気が外国人の男性結構好きっていう、まあ好みはもちろんあるけど女性が多くて、しかも性格とかねそういう感情表現とかが、うんうん、もう絶対モテるから日本人の女性に、あとは日本人の女性が英語力高い人がいっぱいあればもっと外国人の男性と付き合ってるはず、勉強しよう、そう、そこが多分あれなんや、本当に全員日本人女性が外国英語を少なくとも話せたら、うん、もっと外国人男性と付き合う人がもうバーッて増える、日本人男性が余っちゃうね、もうやばいね、やばいやばいやばい、取られるよ、やばいやばい、そっか、うん、そうね、そっか、そういうことだね、うん、という結果が出ました、ね、一応まあここのね2人が2人ともそんな感じだったんですけど、またあの他の人とかにもいろいろインタビューとか、うん、こうちょっとテーマを決めてやっていって、うん、もっといろんな人とかあと年代によっても変わると思うから、そうだね、そういうインタビューとかも取ってこう紹介していきたいなと思ってます。はい、というわけで今回の動画は以上です。バイバイ、 See you next movie。Hello world, I'm Kei from Japan, and my friend Asami. Hi, I am Asami. And Nana. Hi, I'm Nana. Today's theme is Japanese attitudes toward black people. この間、外国人の男性について、なんかまあどういう印象を持つかとか、まあ、恋人としてどうとか、うん、まあ、結婚とかも考えられるみたいな、まあ、日本人女性が外国人の男性について、まあ、どういう感覚を持ってるか、その動画でコメント、黒人さんからコメントがつきました、はいはい、で内容が、まあ、黒人の男性は、まあ、日本の社会とか、まあ、女性とかで、まあ、受け入れられるのかとか、まあ、結婚とかもそういうこともまあ例えばその日本文化を理解してたりとか、うん、まあ、そのフレンドリーで、まあ、性格が良ければ受け入れられたりするのかとか、うん、まあ、ちょっと実際のリアルなところを聞いてみたいみたいなコメントがあったので、はい、まあ、そこについてトークしていければと思います、はい、で、まあ、このテーマは結構なんだろう、なんかこんな風にこんな風だから安心してねみたいな、ただのなんかこう綺麗事とかじゃなくて、うん、まあ、リアルな実際のところとか本音みたいなのも話していけたらなと思うんですけども、うん、イメージ、うん、イメージ、そうだね、で黒人さんのイメージからっていうところでいきましょう、うん、い、主にそのコメントしてくれた人は、うん、まあ、女性からのっていうところを知りたい、まあ、日本人女性と結婚したいっていうふうに、まあ、思ってる人だから、まあ、女性の意見聞きたいっていうのはあると思うけど、
全体的なイメージとしては、うん、やっぱりそこまでその日常的に、まあ、自分たちは沖縄だからまだ、ね、あのあれだけど、だ、ね、うん、日本人全体で見るとその黒人さんと触れ合う機会って人生でそこまでないよ ね、まず、うんうん、自分の経験としたら、はい、大阪に住んでた時にアメリカ村っていう場所で、はい、まあ、ショップ服屋さん、服屋さんの店員さんとかで、黒人さんが結構いたりして、で呼び込み、そうね、こう声をそう路上で立っててお店の中でずっと待ってるんじゃなくて、外に出て道行く人にヨーブラザーみたいな感じで、こううちの服屋見ていかないかみたいな感じで声かけてくるよね。で自分はその高校ぐらいやったかな、でもともと英語とかが好きで外国人の人に興味があったから、あ、なんか頑張って英語でしゃべろうと思って、あ、ちょっと周り見てから来るよみたいな、 look around なんちゃらなんちゃらって英語で喋って、でその最初声かけてきた時はフレンドリーに片言の日本語でさ、見ていかないみたいな感じだったのに、自分が英語でそうやってちょっとなんか、あ、ちょっと見てからまたねみたいな感じのこと言ったら、なんか I'm always watching you って言って、怖い、もう常にお前を見ているからなみたいな感じで、怖い怖い、こう思って急にさ強引強引したから、こいつあれはちょっと苦手かな、 ああいうちょっと強引的な、強引なあのお店、そう、ね、ショップの洋服屋のそう、ね、店員さんの黒人さんの強引な勧誘はちょっと苦手だけど、まあまあでもそれぐらいかな、ね、他にでもそんなに黒人さんと、接する機会がそこまで普段ない。奈々、ね、ちゃんとかは、私はお家がさ、ほら茶壇だから、まあ、黒人さんを目にする機会っていうか、はすごく多いのと、で、なんか黒人さんに対してのイメージは、私すごい陽気で、なんかめっちゃ運動神経良さそうみたいな、そんなどっちかって言ったら全然ネガティブ要素あんまりなくて、ただなんか酔っ払って黒人同士が言い合いしてるのとかを見たら怖いなぐらいで、その血の気がさ、まあでもそれも白人もじゃない、その結局なんかね、沖縄でもビーチパーティーでビーチとかで騒いでたりとか、そうっていうか、そう、なんかその怖いなと思うのが、その黒人さんの方が白人さんよりもこう体型が結構筋肉ガチみたいな感じの方がちょっと多いように見えるから、いざファイツになった時にオラみたいなので、でも本当にあの、陽気で運動神経が良いっていう、私はそういう、いい、結局なんか触れる機会がそこまで直ではそんなにないから、もう日常的に触れる機会がない分、結局テレビとかの、そうイメージね、タレントとか、格闘技の選手とか、そうスポーツ選手とかのイメージっていうのがすごい、ね、そこの影響を受ける人が多いかなっていうのは、それは大きいはずね。あさみちゃんは？もう私も黒人さん結構、あ、やっぱ沖縄だから、結構一緒に飲んだりとかして、飲むのそう、優しい、優しいです、黒人さん優しいイメージ、そういう機会がない人からしたらやっぱりテレビとかそういうののイメージが大きいよね。ボブサップとか、エディーマーフィーとか、そうそうそう、そうね、エディーマーフィー、ウィル・スミスも黒人、そうウィル・スミスとか、まあでも日本で言うとそう、サンコンさん、日本で、オスマン・サンコンさんってアフリカの人かな、テレビのキャスターみたいな、リポーターみたいなことをずっとお昼のワイドショーみたいなのとか、それはもう本当にその人はね、国民から愛されてた、陽気、そうそう、陽気で面白いから、とまあ黒人さんじゃなくても、なんていうのかな、サッカーのさ、まあ、ブラジル人だからまた、やっぱりその日本に帰化したとかっていうのもあるけど、その日本人より日本人って言われたりする人いる、たまに外国人だけど、日本を愛して日本文化とかそういうのをすごい大事に思ってくれてたり尊敬してくれてたり、あとはなんか侍魂とかっていうさ、なんかそのファイティングスピリッツがすごいみたいな、日本人よりも根性がこう根性論を語るみたいな、そういうなんかなんだろう、ちょっと古き良きじゃないけど、なんか日本人っぽい
日本人より日本人だし、うん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 、外国人とかがいるとすごい愛される、うんうん、お父さんってそれこそ大阪なおみとかもや、うんうん、あそうだね、うん、そうだね、アフリカ系のアメリカ人とか、うんうんうん、でお母さんが日本人とか、うんうん、八村塁とかも、うん、あそうだね八村塁とかだから今ねスポーツ界ですごい、うんうん、あの世界で活躍している、うんまあ、日本人とアフリカ系アメリカ人とかのミックス、うんうんまあ、見た目はもう黒人さんみたいな、うんそうだね、うん、方たちはちゃんとって言うとあれやけどなんかその日本の旗を背負って、うんまあ、競技に出てくれたりとか、うんうんうん、まあ多分選べると思うんだけどそうだね、うんうん、とかっていうのを見るとなんか胸熱じゃないけど、うん、そうだね、うん、なんかだからさ黒人とのハーフだから応援しないとかっていうのは全然ない、うんうんうん日本を好きっていうだけでありがたい。そうそうそう日本を好きって言ってくれるだけですごい好感度が、まあ、サッカーで言うと、まあ、あのイニエスタ神戸のイニエスタとかなんかまあ日本通とか日本が好きって言ってくれるだけですごい嬉しい。だから海外とかハリウッドのスターとかも日本好きでなんか呉服秀で来日とかさあるよね。ああいう急にここ渋谷とか原宿に出没したみたいなニュースとか黒人さんがなんか浴衣とか着てるの見てみたい。そうね日本好きっていうだけでも十分、うんうんうん、好感度は上がるし、上がる。さらになんかそういう文化だよね、うん、そういう日本の、まあ、和服とかを着てみたり、うん、なんかお茶文化とかさ、うん、和菓子を食べてみてさなんか和菓子が好きとかさ、うん、なんかそういう理解しようとしてくれてるとか、うん、っていうことはすごい好感度が上がる、うんうん、好感度本当に、うん、なんかやっぱ異国の国やから難しいことももちろんね、うん、価値観とかも違うし、うんうんうん、大変やとは思うんだけどそれを知りたいみたいな姿勢をこうね出してもらえるとこっちも、うん、あもう全然どうぞみたいな、うん、そうねそうもう全然言うて聞いてみたいな感じになるので、うんうん、はいそこは、うんあの全然どうぞっていうそうだから日本は別にその黒人さんに対して差別的な意識を持ってる人ほとんど多分いなくて、うん、本当に、うん、本当にいなくて本当に奈々ちゃんがさっき言ってたみたいな、まあ、先入観はあると思うね、うんうんうん、そのまあ黒人さんはなんか何まあノリとかさこうリズム感がいいとか運動神経がいいとか筋肉がしなやかでスポーツ万能みたいな。でも黒人さんからしたらなんか足が遅い黒人だっているんだよみたいなそういうなんかイメージのギャップとかでなんかね嫌な思いをさせることはあるかもしれないけどなんかその肌の色で同行っていうのは絶対ないよね。あんまりほとんどないし、うん、日本ってそこまでね差別的な意識って本当に少ないよね。うん、そう多分ねあのもっとなんだ本音で言うと、うん、多分少なくなったんだと思う。ああ最近ね、うん。なんか私らのお父さんお母さん世代は、うん、まだなんかそういう国とか肌の色とかで、うん、もしかしたらそういう、まあ、違いを感じてた、うん、まあ。のはあると思うよね、うんうん、実際私もうちのお父さんお母さんってもう60後半とか70代ぐらい戦後10年、うんうんうん、15年経ったぐらいの世代なんだけどはそういうのがあったんだけど、うん、でもやっぱり私たち世代になったら本当そういうのはなくなって、うんそうね、でももうなんかそういう肌の色や国やとかっていうよりかはその人がどうなのかみたいな、うんうんうん、人としてどう思うかっていうのに多分どんどんみんなが切り替わってる気もするから、うんうん、一緒くたに黒人だからどうとかアメリカ人がどうとか、うんうん、っていう考えはあんまりないんちゃうかなとは、うんうん、そうね、なんかまあ知らないから怖く感じるみたいな人はいるけど、うんうんうん、そう先入観とかイメージでっていうのはあったとしても、うんうんうん、ただ知らないだけで、それはなんか差別とかとは全然違うね。違うし、うん、歴史で一応ねそういうなんか黒人さんの差別の歴史とかいろんなことは学んで、まあ、なんとなくはそういうことがあるとかっていうのは理解してるけどそういう価値観は自分たちの中には基本的には根付いてなくて、うんうん、黒人さんとかってやっぱりいろいろ自分が好意とか思ってる相手とか興味があるところからどう思われるか心配とかっていうのはあるかもしれないけどやっぱり今までの
そうね、なんか歴史背景とかの上、ただ結局そういうのって例えば韓国が、うん、まあいろいろ歴史上日本があったけど、まあ反日の教育をまあ少なからずやっていって、で日本が嫌いだっていうヘイトみたいなのもあったりするやん。で自分たちは、まあ、若い世代、自分たちが若いかは知らんけど若い世代は全然薄いやんか、そのでもやっぱりちょっと年代が上がるとそのやっぱり嫌いって言われるから嫌いとかっていう、うんうん、そのまあ反アンチに対してアンチっていう、もうシンプルな構造があるから、なんかそういう死にもしないのにそういう否定的なことを言われるってなるとやっぱりネガティブな印象を持つし、自分もトゲが出るやん、やっぱり攻撃的に身を守るために自分もなんか無意識に攻撃的になるっていう風になんか悪循環になるけど、ただ個々の人に関しては何も思わない、個人個人に対しては全然。韓国人アーティストとかもね、好きな日本人もいっぱいいるし、どれだけなんかなんだろう、なんか韓国の人が日本を嫌いとかって言われたとしても、別に個々のそのBTS とかいろんなさ、そうだ、ね、アーティストは好きやし、日本に旅行に来る韓国人がいたら全然フレンドリーに接するし、なんか本当に敵意をむき出しにするみたいなことはほぼないよね、結局は。でもそうだね、日本人に対してはそういう大丈夫かなって思わなくていいと思うね、全然大丈夫。なんかそれが不安に思うからちょっとしたことに過剰に反応して、ちょっと防御反応でなんか、なんていうの、ちょっと怖そうにしてみたりとか、なんかそういうのは一切いらなくて、日本人はなんかそういう理不尽に肌の色で差別みたいな感覚っていうのは本当に持ってない人の方がほとんどなので、場所によるかも、ね、都会、東京とか大阪とか、沖縄は比較的、そんなイメージ。そう、ね、まあ、そう、田舎とかも触れる機会とか見る機会もテレビだけだからね、そう、だから田舎はもうさ、その国、外国人じゃなくても、その地域からの違う人、同じ日本人でも、その地域じゃない人が歩いてるだけで、あいつよそ者だみたいな感じの雰囲気になっちゃうから、東京とか大阪とか沖縄がいいかもしれない、ジャパンに来る、まあ、そうね、でも沖縄が一番ね、受け入れられやすいとは思うし、ただなんかやっぱり日本にはその業にいれば業に従えっていう、まあもうシンプルな言葉があって、やっぱり日本の文化を知るとか、その地域でまあにあったというかね、その地域の文化を理解してしっかりコミュニケーションを取るとか、もう本当にシンプルにこんにちはとかおはようございますとか挨拶がしっかりできて、スマイリーに笑顔で接するっていうだけでも全然印象が違うので、なんかそうですね、だから場所、そういう田舎、なんか日本人でさえよそ者かっていう扱いする田舎とかはちょっとあれかもしれないけど、でもそういうとこであっても、例えばその田舎の地域で育ててる農作物の作業を手伝うとか、その求められるその地域に馴染むことをすれば、逆にもうすごい受け入れられると思うし、それはある、それはある、なんかやっぱりね、そこはあると思うから、そう、あります。結婚、そう、あとはまあ付き合うとか結婚っていうところで、まあ前もね、そのあさみちゃんそもそも黒人さんセクシーに感じるとか、まあ、黒人さんにその異性の恋愛対象としても結構ポジティブな印象を言ってたけど、まあ、全然そのそう付き合う本人の女性が全然黒人さんとか好きっていう人もいるし、そこは問題ないけど、あとは結婚ってなった時にね、そう、親がそうね、結局親世代がちょっと年代が高い人ってなると、少し偏見かな、差別では決してないけど、まあ偏見、それはでも黒人さんに限らずじゃない、まずは海外の人、心配なんだ、そう、まあ娘嫁にやるっていう言い方するけど、まあ、結婚してじゃあなんかしばらく日本で住んでるけど、まあ、何年後かにこの海外に、まあ、娘と引っ越すみたいになったら娘と会えなくなるとか、まあ、いろんなで、やっぱりね、その結婚生活として
まあ親だからいろいろやっぱ心配するから、うんうん、その文化の違いで今は2人はなんかほやほややしね、情熱的にこう恋で盲目になって盛り上がってるけど、じゃあやっぱり文化の違いとかですれ違いが生まれて、まあ5年後10年後うまくいくのとかっていう、そういう先の心配をする親もいたりはすると思うし、うちら世代だったら全然いいけど、自分らの子供が黒人さんとか外人さんと結婚ってなったら、え、嬉しい、私は、うん、私も嬉しい。そうね、これからもどんどんなんか国際的にというかね、うん、そういう、そう、わかるわかるわかる、ハーフの孫が欲しいね、わかる。日本人だから日本人と結婚するとかさ、日本人で日本で生まれて日本でずっと生きていくとか、そういうなんか枠に、ね、狭い範囲で生きていく日本人は多いけど、これからもうどんどんなんかね、枠を飛び越していかないと、こうなんか自由にというか楽しく生きれない世界になっていきそうだから、ね、もったいないよね、いろんな世界を。私はね、もったいないなって感じるタイプやから、ね、だから自分たちが、そうだね、自分たちの子供がっていうタイミングであれば、結構そこの結婚ってことに関しても、うんうん、全然好意的に受け止めるっていう人は多いかな、うんうん、何十歳なの、50歳とか60歳ぐらいの人たちはちょっとまあまあそうだね、うん、その付き合うのはいいけど結婚までは説得させるの大変そう、そう、説得するのに少し時間かかるか、うん、時間がかかるかもしれない、うん、でただやっぱりそこに対してやっぱり有効なのは、うん、まあ当然やっぱりいい人っていうか、その笑顔とか挨拶がちゃんとできるとか、日本語がある程度話せるとかっていうのはもちろん大事だけど、やっぱりちょっともうちょっと踏み込んだところまではいるよね、その日本文化がすごく、まあ詳しいまではいかなくても好きとか、前向きにね、知らないなら知らないなりにこれから知っていきたいみたいなのが、結構そういうのが姿勢が見えたら、結構あの世代のおっちゃんおばちゃんたちって、あらそうなのみたいな感じで、ちょっとコロッとというか、なんかあれだよね、なんかそうだね、黒人さんとかもさ、こう手土産みたいな、デパートとかのお店でさ、ちょっとした和菓子とか買ってきて、でなんか、あ、つまらないものですがっていい表現なんだった、別にいいんだったっけ、日本人、まあ、日本人的なつまらないものですがとかって、こうなんか初めての挨拶の時にそういう手土産を渡してこうお辞儀するとか、なんかその日本人全員がやらないけど、なんかその典型的な日本人がやるようなこととかね、なんかそう、でも好感度上がるかも、うんうん、そんなことまで知ってたのみたいな、とかなんかそういう姿勢がしっかり伝われば、うんうん、誠意が伝われば全然本当本当大丈夫かな、なんかもうあれなんよ、これ言ってしまえば元も子もなくなっちゃうかもしれんけど、結局50代60代ぐらいのお父さんお母さん世代って、なんかあの本当に外国人じゃなくてもさ、その自分たちが住んでる世界の外の人、うん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 、で自分が今まで生きてきた中以外の人が来られると、うん、わーってびっくりしちゃうというか、そう、ね、さっきの、ね、防衛反応的な感じになる人が多いから、うんうん、だからそこに関しては自分が黒人だからとか、うん、じゃなくて、なんかあ、もうそういう世代の人なんやぐらい、うん、一旦思ってた方がもしかしたら気は楽かもしれんよね、うんうん、でそれプラスさっき言ったあの日本に対してちょっと前向きにいろいろ知りたいんだとか、今の若い日本人の子ですら使えないようななんかマナーみたいな、つまらないものですがペコみたいなんをプラスアルファでどんどん乗っけていくと、もうきっとご両親からはワオみたいな、こういい逆転があるとは思います。そうね、あとはもうあれだな、もう黒人さんに限らずになるし、日本人もそうかもしれないけど、あとはまあそういうなんだろう、親が、まあ、結局はその本人が決めることだからっていう、放任というかさ、本人の幸せであればそれが一番っていう親か、もう過保護な親がある程度コントロールしたがる親かによってってもはっきり分かれるよ、また全然変わってくる。でそこで結局日本人であってもなんか仕事何してるのみたいなことはあるよ。だからなんかバンドマンやって、売れないミュージシャンやってますとかって、なんかもう35とか40にもなって、
まあ、まだこれから売れるのを目指してますとかっていう、うん、要は収入が安定してない人であれば、うん、日本人であっても親に反対されるし、うん、なんかまあそうだね、ちょっとそういう先入観とかいろんなステレオタイプが強い50代60代世代の一部の人たちは、そういう公務員とか安定した職業だったら安心とか、まあいろいろそう大きい企業に勤めてるから安心とかっていうのはどうしてもあるから、そう、そこはそうね、だから2人が好き同士、それは分かりました。はい、で、幸せにしますとか日本文化を勉強していく姿勢とかも分かりました。ただ現実的にこの金銭面とかでしっかり生活を支えていける、まあスキルとかノウハウとかプランがあなたにあるんですかっていうところもやっぱり親はまあ心配するとは思うから、そうね、そういう安定した収入とか仕事みたいなのも関係はしてくる、うん、これはでも本当に黒人さんとかは全く関係ない話ですね、うん、はい、あとは海外の人っていうのでやっぱり日本にずっと住んでくれるのかとか、なんか海外で一緒に暮らすのかとか、まあそこは結構明確にしておかないと親もね、なんか心配をするか、ね、というわけで今回の動画は以上です。バイバイ、 Bye. See you next movie. Hello world, I'm Kei from Japan and my friendAsami. Hi, I am Asami. And Nana. Hi, I'm Nana. Today's topic is the Japanese view of tattoo. Tattoo. Hi, tattoo. Tattoo. 最近、まあ若い子とかでもまあ徐々に日本でも馴染み出してると思うけど、tattoo についての印象ってどんな印象を持ってる？二人は。特にここが今沖縄っていうのを言っていいの？あ、いいよいいよ。なんか沖縄って、うんうん、なんか他の都道府県に比べたら、うんうんうん、タトゥーしてる日本人の比率ってすごい多い気がして、そうだね、そう、なんか、うんうん、とある私も最近ね YouTube で、うんうん、そのタトゥーの話題をしてる人がいて、うんうん、見てた時になんか日本人でねタトゥーを入れてる割合って50人に1人らしい、でもほら沖縄ってさ、全然普通にいる。だって思い浮かぶだけでもあさみちゃんもやし自分もやし旦那もやしとかっていう風に周りにめっちゃおるから、うん、全然50人どころかの話で、あ、そっか、沖縄はそうね、まあ、日本一じゃない、そしたらタトゥー、まあ比率的にはね、そうそう、だから、うんうん、全然、まあ、私たちもこっちに住んで10年以上経つし、やっぱり全然こう抵抗がどん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 薄れていくし、で実際アメリカ人の人も多いし、そうね、そうだから全くもって抵抗はない。でもその感覚で地元にこう帰省して戻ると、あ、違うんだっていうのに戻るというか、そうね、沖縄と他の県ではやっぱちょっと違うかもしれんな。そうね、それこそちょっとヒップホップやってる人とかさ、うんうんうん、まあ、県外の人の日本の中でも、まあ、多い方の感覚としてはちょっとタトゥー入れてる人ってちょっとやんちゃな人とかさ、まあヤンキーみたいなとか、ああいう格闘技とかやってるような人とか、逆に言うとさ、ほらもう日本人の典型的なサラリーマンみたいな、もう会社に勤めて給料もらってますみたいな人はタトゥー入れてる感じとかのイメージは一切なくて、こう個人で何かアーティストみたいなね、やってるフリーランスの人、そう、フリーランスの人が多いね、やっぱり、うん、だからなんか年代が多分上であればあるほどちょっと抵抗は強いと思う、タトゥーに対して。なんかやっぱり言ってたよ、なんか60代以上、50代以上ぐらいからかな、50代60代以上の人はタトゥーに対していいって思ってる印象の人は0人、だったやっぱり若ければ若いほどファッションとかかっこいいとかっていう印象を持ってる子が多かったけど、本当年齢にこう比例してるというか、うん、そうだね、だってさ、もうタトゥーってなんか、まあ、年代上の人にとったらさ、やっぱり体にその入れ墨
入れ墨のイメージ、そうそう、はいはいはい、あの昔ながらのヤクザのジャパニーズマフィアの入れ墨とかっていうのが、だからなんかちょっとやっぱり怖さというかさ、うん、もう潜在的にそのイメージとリンクしちゃうからちょっと怖いっていうイメージがあったりするし、あとだから実際でもさ、入浴施設、銭湯とかホテルの温泉施設とかでもタトゥー禁止、プールとかもタトゥー入ってる人は入浴できませんってなるよ、あれもなんか外国の人もダメですよみたいな感じにほぼなっちゃうし、まあ日本人とかでもちっちゃいのとかだったらなんかシールで隠して入らないといけないとかさ、でもそれってやっぱり、まあ、温泉とかある施設とかって年代高い人も来るから、うんうん、その理解とか、うん、そう、ね、そこが絶対良くないものって思ってる価値観の人たちが多く利用する、まあ、施設とか公共の場だから、逆に言うとタトゥー入ってる人しか来ちゃダメな温泉とかプールがあったらめっちゃ、うん、めっちゃ人来そうね、そういう施設があったら、ね、なんかね、その全然そういうニーズはありそうな、ね、人ってそれで入れないみたいな人とかさ、なんかもうポリシーを持ってさ入れてる人とかもいるからさ、そのなんか隠してまで入りたくないっていう感覚の人も多そうやんか、だからそういう施設があったらあったで ね面白いかも。旦那が亡くなったお父さんの名前書いてる、ちょっと泣きそう、うん、なるほど。タトゥーの歴史って日本も実はもともと江戸時代とかに飛脚の人、花形の職業の人たちが入れてたの、で、そう入れ墨って、だからもともとはその粋で、今でいうファッションと同じ感覚だけど、クールそう、クールクールで入れてて、こう見せながらさ、エスターホイスターじゃないけどっていうようなあの文化だったらしいんだけど、なんか悪なんだったっけ、なんか罪を犯した人にもこう罰でおでこに焼き印じゃないけど、ああいうのからどんどんちょっと印象が罪人とかで、なんか明治時代に一旦なんかその入れ墨法禁止みたいになったので、法律で、だけど戦後にまたその入れ墨法禁止が解かれて、欧米の文化とかもいろいろ入ってきた時に GHQ かなんかで、そうで、また入れ墨というかタトゥー文化が OK になったらしい。なんかね、自分はまあこうワンポイントで入ってる分には全然なんかファッションって思うけど、なんか入りすぎてて全体がなんか 黒っぽく変色してるんじゃないかっていうぐらいなってるのはちょっと怖いって、ちょっとなんかちょっとね、なんかやりすぎたなって、まあ、海外の人とかでそれこそロックバンドとかさ、そういうなんかそうイメージとかだったらいいけど、なんか日本人の男性とかはそこまでやってるとちょっとちょっと怖い感じがどうしてもしちゃうなっていうのは、なんか偏見とかじゃなくてちょっともう潜在的にちょっと怖く感じちゃうっていうのはあるかな、あと海外の人、それこそさっきの話じゃないけど部族でトライバルのタトゥー入っている人とかもいるやんか、それこそネイティブアメリカンとか、その元々の原住民族みたいな、そんな人がさ、そんな人あなた温泉入っちゃダメとかって言ったらもうなんかアイデンティティの否定みたいなのがさ、絶対あかんよね。そうだから、そこら辺はなんかその日本がもっとちょっと寛容になるというか、何が何でもこうダメっていう、なんか結構さ0-100なところあるやんか、なんかそこはもうちょっとさ多めに見るじゃないけど、受け入れてほしい、そうそうそう、っていうのはすごい感じるな、これだけ海外からのさ、ね、人も増えるわけやしさ、タトゥーってでもあれよね、漢字とかさ、日本の日本人だと逆に英語を入れたりするのかな、それがおしゃれ、あるあるある、外国人の人やったら逆に違った、そう漢字、あ、そう、なんか言われたんやったっけ、あ、なんかこれ何やったっけな、カルペディアム、カルペディアム、スペイン語だったか、スペイン語だったっけ、で、どういう意味、明日死ぬかのように生きようっていう意味で、
これを外人の人に言ったら、これ死語だよって言ってもう古いってその言葉日本人もあるよね。日本人から見てなんか外人さんが立つ、うん、なんかキャラクターとか、 なんか変な感じとか入れてる外人さん見たらブブブみたいなダサーみたいな、ね、漢字、そうね、漢字とか言葉とかね、絶対なんかちょっと、間違って捉えてっていうのもある。外人さんから見てなんかこのダサい T シャツみたいな思うのをなんかさ堂々と着てたら恥ずかしいよね、うん、そうそう、あのサッカーの日本代表になった鈴木って選手がオーストリアかどっかのサッカーチーム入団会見に、入団会見のインタビューする時のこのシャツのここにトリックって書いてあるんで、日本からなんか旅行という T シャツを着てやってきた鈴木選手ですみたいな爆笑されててさ、なんかそういうね、明らかにおかしいやん、そんなね、戦いに来てるのに旅行ってどこどこ入ってっていうのはなんか多分どの文化でもそう言語とかのあんまり意識が薄さで起こるから知らずに来てるかもしれない。そうで、タトゥーってなったらあるよね、もうずっと残るから、そうね、そうね、だからね、ちょっと何あそれその意味ちょっとこうだよとかってさ言われてもって感じやけど、まあ、これから日本語の漢字とかタトゥーに入れてみたいなっていう人のためにはこういう漢字はちょっとやめた方がいいよみたいな、なんかさ愛ラブの愛、うん、愛って漢字で入ってる分には別にまあまあそんなにね、うん、いいやん、まだ、うん、でもなんか命、うん、命って入ってたらちょっとなんかまあコメディアンとか ね、うん、そうね、あのギャグとかにもなったこともあったりするから、そう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 、命って漢字を一文字単体で入れるとちょっとあれだし、まるまる命みたいに、愛してる、熱狂的に愛してるっていう意味でまるまる命って入れちゃうと、これ完全にオタクのこうオタク文化みたいな意味合いに日本人は捉えちゃうから、それもちょっとやめた方がいいかなみたいな。こちらやっぱりかっこよく感じるのかな、ね、デザインとして見るんやろね、うん、やっぱり。だからなんか意味をそうだね、直訳で調べすぎても良くないかもしれないし、うんうん、そうね、うん、ちゃんと日本人になんかどういう意味か、ね、確認した方がいい、ね、聞いた方がいいと、どういう意味かっていうのと意味だけじゃなくて日本人はその漢字の入ったタトゥーを見たらどういう印象を持つかっていうのは絶対聞いた方が、聞いた方がいいかも、いいと思います、はい、やっぱり、うん、でもあのキャラクターは嫌かも、キャラクターキャラクターバーンって入れてる外人さんいるよ、ドラゴンボールとかドラえもんとかしんちゃんとか全身全部、キャラクターいるああ、じゃあアニメのキャラクターはちょっと、ちょっと嫌かな、うん、どれだけファンでも私は一個に仕事あるのいいんやけど、うん、いろんなの入れてるってことね、なるほど、まあそうね、日本人はまあ奥ゆかしいからね、まあでもこれを言ったら元もこうもないけど、うん、自分の体やし好きなようにやったら、うん、堂々としとけばいいだろう、好きだったといいですね、そう好きなことをして堂々と隠す人やタトゥーとか、あそれが一番よく分からん、そしたら入れんければよかったよ、うん、それがよく、うん、そうそれは堂々と言わない、うん、なるほどね、うんうん、わざわざ暑いのにさ長袖着たりとか隠してる人とかさ、うんうんうん、まあ、お仕事柄まだまだ日本ではそういうのが受け入れられないから仕事の時は、そうやっちゃうかもしれへんけど、うんうんうん、まあそうそうね、だからまとめるとまあどんどんまあ本当に50代以上とか年代高い人はもう抵抗が強いっていうとここは多分変わらないけど、うんうん、どんどんなんかこう抵抗とか偏見は薄くはなっていってる、うんうんうん、し、日本人がタトゥー入れることへの印象と海外の人がファッションで入れてるっていうのは全く別物というか、海外の人はねファッションって日本人も分かってるから、そんなに海外の人のタトゥーにこう怖さとか抵抗感っていうのは全然ない、ただ、温泉には入れないっていうのが現状あるので、はい、早く日本にタトゥーの人たちだけが入れるパラダイスの温泉ができることを祈って、今日の動画を終わりましょう。はい、じゃあまた次の動画で。